The First Take は2019年11月5日より運営されている YouTube チャンネル並びにチャンネルの動画にて催されるミュージシャンとのコラボレーション企画。The First Take のロゴ、一発撮りで音楽と向き合うをコンセプトにメジャーシーンで活躍するミュージシャンによる一発撮りで収録されたパフォーマンスを収録した映像が不定期で公開されている。 ザ・ファースト・テイクのクリエイティブ・ディレクターである、清水圭介によると、ライブで体験するような再現性のない音楽の楽しみ方にこそ価値があるのではと考え、一発撮りで音楽に向き合う YouTube チャンネルの企画を立てた。という。そのため、真実性を最も大切にしており、ミュージシャンにはレコーディングではなく、ライブだと思って演奏してくださいと伝えている。普段なら、 NG になる部分もドキュメンタリーとして残しているという。また映像は高画質、高音質にこだわりながら余計な演出を一切排除することで余白を作り出し体感としての音楽の解像度が上がるように設計しています。と語った。すべての映像と写真の撮影はフォトグラファーの長山和樹によるものでディレクターオブフォトグラフィーとクレジットされている。制作は tyo-diner。プロデューサーは、木下健太郎。ザファーストテイクの商標は、ソニーミュージックレーベルズが出願している。2019年11月15日に、チャンネルが開設されたと同時に、アドゥーコと、上白石萌えが、ナラタージュを歌唱した映像が公開。以降は、様々なミュージシャンの歌唱映像がアップロードされている。チャンネルの概要欄には、 白いスタジオに置かれた一本のマイク。ここでのルールは、ただ一つ。一発取りのパフォーマンスをすること。と記載されており、ミュージシャンは、必要な機材、楽器が用意された、真っ白なスタジオにて、ボーカルパフォーマンスを中心に演奏し、楽曲やチャンネルに関するコメントを残している。披露される楽曲はすべて、この企画のためだけにリアレンジされる。映像は 4K で撮影されており、 公開も 4K に対応している。2020年5月2日からは2019新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の影響を受けて収録を一時中断。ミュージシャンの自宅やプライベートスタジオから楽曲を届けるザ・ホーム・テイクという新コンテンツを公開している。コンセプトは今こんな時だからこそ音楽を届けたい。べては家の中から始まる。 2020年6月からは、ソニーのヘッドホン、1000X シリーズとのコラボレーションキャンペーンがスタートし、ミレイ、リサ、リサ、ウル、アデュー、クリーピーナッツ、スーパービーバー、山の CM 動画が公開されている。使用される機材は、マイクルフォンが、ノイマン U87、ヘッドホンが、ソニー MDR-CD900ST である。ミュージシャンによる一発撮りである。 ザ・ファースト・テイクの他に、前述したザ・ホーム・テイク演出を徹底的にそぎ落とし音楽そのものを大きわだたせた新しい時代のフェスの形であるザ・ファースト・テイクフェス、そして J-Wave にて放送されているザ・ファースト・テイク・ミュージックのポッドキャストがアップロードされている。出演するアーティストの多くがソニー・ミュージック系列の所属であり、マカロニ鉛筆の出演まではすべてが ソニー系列のアーティストで占められていた。一方で、平井大、スカイハイ、オーサムシティクラブやトゥモロー、エックストゥギャザー、ずっと真夜中でいいのに。ナバルブライトなど、ソニー系列でないメジャーレコード会社所属のアーティストの、出演もいくつか見られる。マイハーストストーリーなど、インディーズレイベルから出演する例もあり、その中には、マカロニ鉛筆、神はサイコロを振らないのように、 後にソニーミュージック系列以外とメジャー契約したアーティストも存在する。2020年11月にはザファーストテイクによる音楽レーベルザファーストテイクミュージックが新設された。リリースされる作品は主にザファーストテイクから誕生した新曲やザファーストテイクにて歌唱した一発撮りの音源 from ザァーストテイクなどである。ありがとうございます。